RE リベンジ第2話ネタバレ。今作は巨大な天道記念病院で巻き起こる権力争いをきっかけに事件が起こり、人間の内に秘めた欲望がむき出しになっていくリベンジサスペンス。赤須は演じる病院理事長の息子天道海とは、父親が築き上げてきた大切なものを取り返すため、愛する人を守るため権力争いと戦うことを決意する。天道記念病院の理事長である天道友信、功績犬の息子である海と赤楚衛二は、病院や父を兼務し新鋭出版で働いていた。海とは恋人朝比奈日月、芳根京子にプロポーズを試みるも、父親の天道友信、功績犬が倒れてしまい、その日は断念。再びプロポーズを試みる海とは、後輩の木下さや三上愛に、もう失敗できないとシチュエーションを相談する。さやに初めて出会った時のシチュエーションでプロポーズするとか、ベタだけどいいかなって思ったんですけどと言われ、日月との出会いを解雇した海と、マッチングアプリを通して出会った海とと日月だったが、日月は海とを見ると緊張のあまり足早にその場を去ってしまう。カイトが慌てて追いかけると、その勢いで近隣のテーブルのワインを倒してしまった。そしてそのワインが客の服にかかってしまう。ワインをこぼしたことを怒鳴られつつ、その場を後にした二人は、さっきのあれジローラモでしたよね、あと意気投合。これをきっかけに気まずかった雰囲気から一転、仲を深めたのであった。幼少期に心臓病を患ったカイトは、父のような医師になることを志していたものの、父や天道家の骨肉の争いに嫌気がさし、父とは疎遠になっていた。友信は新たにやってきた医師大友文也、錦戸亮によって回復するも、何者かが点滴に異物を混入し命を落とす。友信の葬儀では、叔母である市子とその息子の悠馬が跡取りを目論み、立ち上がる海とは襲撃を受け、意識を失ってしまう。ドラマ、RE、リベンジ欲望の果てに、の第2話、3月5日放送。意識を取り戻した海とは、山奥の診療所にいました。それでは、RE、リベンジ欲望の果てに、の第2話のネタバレと感想です。カイトが5ヶ月ぶりに目を覚ます。恋人の日月と仕事を失うカイト。日月と大友文也が熱い気すさまって、日月ちゃん、変わり身早くない ?RE、リベンジ欲望の果てに第2話ネタバレ。父、天道友信、功績犬の葬儀の日、何者かに襲われて意識を失った天道カイト。赤楚衛二、山奥の診療所で目を覚ましたのは5ヶ月後でした。カイトは恋人朝比奈日月、芳根京子に電話をかけるも拒絶され、職場である出版社では無断欠勤が続いたことですでに解雇されていました。恋人も仕事も失ったカイト。父友信が理事長を務めていた大病院天道記念病院へと向かい、看護師として働く日月に事情を説明しようとしますが、日月は今更何なのと取り合いません。意識を失っていた間に失ったものはあまりにも大きく、愕然とするかいと。その頃、天道記念病院の理事会議室では新たな体制が発表されます。友信の後任はかいとの叔母天道一子、よきみ子が新理事長として就任しました。一子は、やっと自分の時代が来たとほくそ笑みます。そして、理事会の中には、あの大友文也、錦戸亮も名を連ねていました。そんな中、カイトは、高級車に乗った大友、そして、助手席に日月が乗っているのを目撃します。
大友は日付にキスをして二人の姿に愕然とするカイト。アパートに戻ったカイトは留守番電話を確認すると日付からのメッセージが何件も入っていました。カイトを心配する日付の声。しかし最後のメッセージは、鍵はポストに入れておきますという別れの言葉でした。そこに出版社の後輩木下さや三上愛が尋ね、先輩の言うことが本当ならずっと眠っていたことを証明しないとという彼女の言葉に仰押しされ、カイトはさやと共に意識を取り戻した山奥の診療所へと向かいます。数時間かけて着いた診療所には誰もおらず、今朝まで寝ていたはずのベッドすらもなくなっていました。落ちていた点滴の袋には強力な麻酔の名前があり、さらにこの診療所は20年以上前に閉鎖していたことが判明します。カイトは誰かの手によって眠らされていたと気づきます。一体誰が自分を眠らせていたのか、カイトはその人物に反逆することを誓います。ちょっとここで黙ってろ的な目的だったのか、それとも手荒い仕打ちだけれども今は身を隠しておいた方がいいだったのか、なんで5ヶ月間だったのか気になります。今のところフミヤがいい人なのか悪い人なのか、そしてなぜ会長の高一郎がフミヤを押すのか、どういった事情があるのか気になりますね。もちろんフミヤは心臓血管外科の名医ですから、心臓血管外科新設のための診療棟プロジェクトには欠かせない人物です。高一郎は一高家嫌いしているようだし、カイトとフミヤでこの病院を繁栄させてほしいのかな。